はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の整式の割り算丸1をお送りします。で、前回までね、二項定理やらせてもらったんですが、ここから割り算ですね、式の割り算やっていきます。で、まず今回はポイントはなしで、問題が3問もう載ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部問題解いていきますんで、見てもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でね、このタイトル、丸3までかな？そう、一応丸3まで取る予定なので、ちょっと長くなります。で、そのまずスタートになるんですけど、今回やることは、全部、ラージ A、ラージ B って言って、式が書いてあります。で、その式を A を B で割るんです。で、その時の商、つまり答えと余りを求めに行きます。いいかな？商と余りです。で、これ、A が x2 乗マイナス 5x プラス 6、B が x マイナス 1。つまり、これ割る、これをやるんですけど、普通に筆算するだけです、これは。筆算するだけなの。で、どうやって筆算やるかっていうと、1番ね。でも小学校の時からやってる筆算みたいな感じです。もうこれ割るこれだから x の2乗マイナス 5x プラス6割る x マイナス1だから x マイナス1ってね、本当に小学校からやってたやつそのままなんです。で、あとはこれを解いていく。で、これを解く時のポイントだけ押さえてればよくって、まず、まあ、ここからね、答えを書いていくんですけど、これ、ここに商が出てくるじゃん。で、これとこれをかけたのここに書くでしょ。割り算するときって。こうかけて、こうかけてくる。例えば、これやるときって、あ、これ6だって。6、3、18みたいな感じで、こことここをかけたものをここに書くじゃんか。割り算っていうのは。で、それと同じなのね。で、まずここに何書くかっていうと、先に答え書きましょう。これ x が来ます。で、なんで x が来るかっていうと、これかけてみるよ。 x と x かけるから x 2乗になります。で、 x とマイナス1をかけるからマイナス x になるんです。で、大切なのは一番左が揃うこと。これをね、この後これもこうやってやったら引き算して2になるじゃないか。同じく引き算するんです。で、x2 乗引く x2 乗揃ってるからここ消えます。で、こっちはマイナス 5x マイナスマイナス x です。つまり、ちょっとね、こんな書かないけど普段は。書くとこうなる。符号変わるから。ここもこうでしょ、本当は。20引く18だから。なので、マイナス 5x とプラス x なんで、マイナス 4x が来るんです。こうやって、一番左が消えるように、ここの答えを決めていってください。で、この後、プラス6が下に降りてきます。こうやって。で、次にここに答え書くんですけど、マイナス 4x を消したいの。一番左を消したいから。ってことは、この x に、マイナス4をかければ、マイナス 4x 揃うよね。で、右はマイナス4とマイナス1なんで、プラス4になります。で、同じく引き算する。以上、過去が引き算するから符号変わると、こうやってね。で、ここ消えて、6-4 だから2になる。で、これで終了です。で、答えどう書くかっていうと、小と余り、両方書かなきゃいけないから、小はこれね、x-4。で、余りはこれ。こういう風に求めてください。いいかな？これがね、式の割り算です。で、ちょっとこれ消しますね。じゃあ次ね、同じように行きましょう。次、A が 2x3 乗マイナス 3x プラス1。で、B が x マイナス2となっております。でもね、同じようにやっていく。ただ、一個だけ注意しなきゃいけないことがあって、これね、3乗があるから3次式でしょ。で、3乗、1乗、x なしとなってます。定数項だね。で、書くときに、
2x3 乗でしょ。ですぐ横にマイナス 3x を書くんじゃなくて、ちょっと隙間を空けます。マイナス 3x でプラス1って。いい。でなんでこんなことをするのかっていうと、今この式 x2 乗がないでしょ。だから x2 乗がないところを空いといてください。この方が計算しやすいから絶対に。でこっちはなんで開けなかったのかっていうと、これ2乗1乗定数項って揃ってるから空きが必要ないの。こっちはいいかな。で隙間を空ける。であと x-2 で割るから x-2 となります。であとはやること同じです。まず一番左のこれを消したい、つまり揃えたいんだよね。でこれ x に何をかけたら 2x3 乗になるかって考えるんです。x に何かければいいか、まず2は必要だよね絶対ね。であと x が2個足りないから x2 乗をかけます。そうすると 2x2 乗 x かけるんで 2x3 乗になる。でマイナス2に 2x2 乗かけるからマイナス 4x2 乗になります。これは x2 乗なので x2 乗がいるはずの隙間の下に書いてください。間違ってもここの下とか書いちゃダメだよ。いいね。で引き算、以上書こうか。引くで足すになるから消えると。でこっちは 4x2 乗です。でマイナス 3x は降りてくるだけなんで符号変えちゃダメだよ。マイナス 3x になります。で同じ、4x2 乗にしたいんで何書ければいいか、4が必要だね。4であと x か、 4x を消えちゃダメ。 4x をかければ4x2 乗になる。で 4x とマイナス2をかけるのでマイナス 8x になる。でさらにいきます。一応書こうか。こうなるから消えて、こっち 5x だね。でプラス1が降りてくるんでプラス1です。でまだ続きます。これはいい。でどこで止めなきゃいけないのかっていうのは最後の問題やった時に説明するので、ちょっともう一回だけ言っちゃうね先に。で 5x 消したいんで5をかければいいか、プラス5で5をかけると 5x マイナス2にかけるとマイナス10です。で引くとこうなるから11となるので、これ入るかな、ちょっと待ってね。ちょ横長になっていいかな。小が上だね。 2x2 乗、プラス 4x プラス5です。で余りがここにいるから11と。ね、こんな感じで。まあ同じような解き方だよね。ポイントとしてはここの隙間がちゃんと空いてれば大丈夫と。じゃあ最後いきましょう。で最後は4乗っすね。3x4 乗、マイナス 5x2 乗、プラス2。で、B が x2 乗、マイナス x となっております。よし、ちょっと待って、ね、今までのが合ってるかちょっと確認していい？大丈夫そうだね。よし、いきましょう。でちょっと上からいこうかな、3番ね。でまずこれ書かなきゃいけないんで4乗か、 3x4 乗で3乗の分の隙間が必要なんで、隙間開けてからマイナス 5x2 乗書きましょう。で次に x の分も開けなきゃいけないんで、 x の分開けてからプラス2です。まあ、こんな感じだね。ちょっと違和感あると思いますけど、いいかな。こんな感じで書くと。ちょっと右下がってるね。まあいいか。で次が x2 乗マイナス x 割る方にもね、二次式が出てきますからね。でこっからいきます。でやることは同じ。一番左のこれをまず揃えたいので、何書ければいいかな。まず3が必要だね。で x が2個足らないんで x2 乗を書けます。そうすると 3x4 乗で、これにもかけるから、マイナス 3x3 乗となります。引き算しましょう。こうなるから、3x3 乗。で、これは降りてくるだけなんで、マイナス 5x2 乗となる。いいね。で、どんどん揃えていくよ。次、これ揃えたいんで、これ見ると、3がまたいらない、いるんだよ。ちょっと待って、消えるって言って。3でしょ？で、あと x1 個足んないんで、3x と。失礼しました。でかけると
3x3 乗で、こっちマイナス 3x2 乗だね。よっしゃ、いきましょう。で、引き算するとトントンってなるから、マイナス 2x2 乗です。で、ここでプラス2を下ろしてもいいんですけど、ちょっとね、隙間の部分があるので、まだ下ろしません。いい？で、下ろさずに、次これ揃えに行きます。これ揃えたいんで、マイナス2か。こうかける。で、かけると、マイナス 2x2 乗。で、マイナス x にもかけるんで、プラス 2x になります。で、こうなる。で、引き算すると、こうなるから、マイナス 2x。で、忘れちゃいけないのが、プラス2がいるんで、下ろしてきて、プラス2となります。で、今回、ここで終了です。これ、余りなんです。いいかな？ちょっと先に答え書いちゃうね。その後説明します。だから、小が、3x の2乗、プラス 3x マイナス2か。で、余り。がマイナス 2x プラス2と。いや、これで合ってるかな？待ってね。3x2 乗プラス3x マイナス2と。大丈夫だね。OK です。という感じになる。で、大切なのは余りのポイントです。で、今回、ここ x が残ってるでしょ、余り。でもこっち残ってないんだよ。で、どう判断するかっていうと、大切なのは割る数の方。まあ、割る式だね、今回で言うと。つまり B です。で、B が1番って X だけなんで一次式なんだよ。割る数の方、割る式だね、の方が一次式だったら、答えは0次式まで出します。ここもそう。割る方が一次式です。X しかいないから。そしたら、余りは0次式。つまり、X がない状態まで持っていきます。けれど、今回割る方が2乗がいるんで2次式なんです。で、割るのが2次式だったら、余りは1次式になったら答えが、これ余りになります。いい？割る式の次数より下がった瞬間にストップです。だから、今回2次式が割るので、1次式が出てきた瞬間にストップ。で、答えを書けば丸となります。これ以上突っ込むと道に迷うんで、ここで止めてください。いいかな？まあ、ぜひね、こんな感じで割り算、まずやってみてください。では、今回は高校数学数2の整式の割り算、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、これ3つまで続きますので、またね、2番でちょっと難しめの問題を取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。